YouTube をご覧の皆さんよろしくどうぞ、京一郎ですと。まあ本日10月10日マクドナルドから、3つのバーガーがレギュラー、まず1つが前回そのレギュラー争奪戦で勝った照り焼きで、その他にエビフィレオが追加されてます。これはもともとあったんだけど、なんかソースがちょっと変えてるらしいですね。若干今回それにプラス、グランガーリックペッパーということで、なんか聞いたことあるような、それ新メニューなのかっていう話ですね。まあ一応その照り焼きチキンフィレオと、グランガーリックペッパーに関してはビックリマークがついてるんで、エビフィレオだけはハテナなんで新メニューっていうわけではないような。それでは選手紹介といきたいんですが、まず最初にポテトの儀式、まあいろいろ我々食べてきましたけど、あのグランシリーズっていうのはふかふかなバンズと、なんか牛肉のパティのことを指すらしいよ。だからもうまた別ジャンルのマックらしいね。で醤油ベースもうすごいもんね、香りがもうニンニクの、すごいね。ちょっといただきたいと思いますね。はい、グランガーリックペッパーいただきます。匂いがすごい、もう包み込めてない、やべえな。なんか、これが登場したことにより、これが入ったグランガーリックが消えたんだって。へえ、その代わりこいつが照り焼きとして派遣を取ったってことか。うわっ、うまっ、ニンニクすごい、これ、いや、美味しいよ。でもなんかソースはどっかで食ったことあるような醤油ベースのソースだな。感想ですか？もうニンニクがすごいの、もうニンニクと、あのブラックペッパーの味しかしない、ただそのマクドナルドって感じはあんましないな、正直。そうね。で、なんかこれグリーンチリっていうソースが入ってるんですけど、ちょっと辛いんですよ。ああ、確かにちょっとこうピリ辛なイメージあるけど、でもとにかくニンニクの匂いがすごいから食べ応えのある一品だと思いますね。ちょっとこれ食べた後に人と食べた時くさいなって思われる。もうでも食べてる時点で思われると思う。うん、まあこれは前回も食ってますしね。はい、グランじゃない、照り焼きチキンフィレオ、照り焼きってさ、うまいんだけどさ汚れるんだよね。そうなんだよね。うまいよ、マヨネーズとも相まって。マヨネーズ大丈夫なの？うん、ダメかい。で、これが今年の5月にレギュラー争奪オーディションやっての優勝したやつですね。あの時3つラインナップでしたけど、もうぶっちぎりだったもんね、うまさは。うまかったね、そらレギュラーになりますわ。すごい、その2つに引き劣らないぐらいな分厚さの今回、エビの食感と、まあ、ソースをアレンジしたエビフィレオですね。パン粉を改良したみたいな。エビフィレオ好きな人いいのかね。あとソースがね、オーロラソースですね。いただきます。ちょっと私目には厳しい感じですね。もうマヨラー大好きそうなこの酸味がすごい。あーでもエビのプリプリ感すごいな。これ一噛みするだけでエビがもうプリーンってくるよ。しかもなんかバンズもちょっと違くない？なんかふかふかしてない？うん、あの満月月見バーガーみたいな感じしない？なんかふかふかしてるね。今回の大穴はこれなんだよ、まだ一応。うん、辛い、これだ。中にトマトとか入ってるけど、もう全然もうニンニクの暴力。ボリューム感はとにかくすごいね。多分一つ食っただけでもお腹たらふく膨れて、うわニンニクくせーってなると思う。まあ、きょうちゃん的にこの3つの中で食べるならどれですか？まあ、やっぱり照り焼き。ぜひ最寄りのマクドナルド等に足を運んでみて食べてみてください。以上、きょうちゃんの、マクドナルド、新レギュラー3つ、食べ比べてみたでした。さようなら。今回のレギュラーありなし。ありなし？余計でいいんじゃない？いろんなやっぱジャンルがある方がいいでしょ。エビフィレオ、ニンニクパネーな、ニンニクすごい、
な勝負。